皆さんこんにちは。最初に嬉しいことにフランスから私のこの話にコメントをいただきました。分かりやすくてとってもいいですよというような内容でした。本当にありがとうございます。ワンちゃん嬉しいね。嬉しい、たくさんちょうだいね、コメント。さて今回はサイがずっと大きくなりましたけど、これが畜死を意味しています。そしてもう一つ、もう一頭のサイはこれ出雲を表しているつもりです。畜死東へ、4世紀の全国統一、4となっています。3の1、3の2とありましたので都合5回目になります。今回の内容は芸備地域、まあ広島ですね、とその瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島、これの確保ということでサブタイトルをつけました。前回とちょっと、前回の終わりに予告したのとちょっと違っております。ご容赦ください。サイが消えていきましたね。まあ出雲は消えはしませんけど、畜死にだんだんやっつけられているということを表しています。あ、そういうことなんだ。工夫したね、鶴ちゃん。まあ大した工夫じゃないけど頑張って考えてるよ。さあ最初にですね、ちょっと問題があります。なんて読むでしょうか。ワンちゃんわかるかい。小さいっていうのと、それからこれはなんだろう、見たことあるような気がする。そうですね、小学生のことを児童と言いますが、その児童の童という字です。広島県の三次市にはこの名前をつけた小学校があります。さあ何て読むんでしょう。わかんないな。何て読むんでしょう。もうこれはね、この漢字と、漢字の意味とは全然違うわけですね。さあ今出てきました、ヒチと読みます。ヒチ、ヒチなの。ヒチ、ヒチ、どっちかよく分かんない。ハヒフゲホのヒだよね。そうです、ヒチと読みます。こちらもヒチ小学校と言うんだそうです。でもちょっと紛らわしいね。7番目の七とこの七、これは公民館みたいなとこで七憧れ会館っていうのもありました。どうしてそう読むんでしょう。普通じゃ読めないですよね。何か訳があるんでしょう。不思議だな。絶対読めないよこれ。その謎について後の方で詳しくお話ししたいと思ってます。この読み方にはあまりにも恐ろしい歴史が秘められていました。恐ろしいの、恐ろしいの、好きだけど怖いな。さあ今回はどんな話なのか簡単に全体的にまとめてみました。これ中国地方の地図ですね。最初に下関、
でだんだん東に移っていった、進んでいったということをお話ししてきた通りです。山口、それからこれは徳山かな、そしてこれは島になります。八代島とか周防大島なんていう言い方をします。いろいろ勉強したね、これまでね。僕も少しは覚えてるよ。もうこれ覚えても大変だからね。そして前回お話したように出雲に向かって筑紫は進んでいきます。そして国譲りというのが行われました。譲るっていうけど本当は戦争があったんだよね。そういうことだね。ただあと丸く収めるために譲りましたっていう話にしたんだよ。うまーくまとめちゃってるね。それがいいかどうかわかんないけど、まあ穏やかな話になりましたよって後の人はそう考えるわけですね。そして出雲からまた東の方に日本海側を進んでいきます。でもこの瀬戸内海の方を進んでいかないといけないので、つまり2つの方向、2つの地域、それをめぐる話になりますね。今日は瀬戸内海の方、ここに早谷神社という大きな神社があります。早谷神社、前も聞いたよね、確かね。そうだよ、廿日市っていうところにあるんだ。そしてね、今罰をしたとこだけど、ここで戦いがあったんだ。なんて書いてあるのかな、天をわかる。そう、天神花の戦い、ここで出雲対筑紫の戦いが行われたわけです。地元の残っている話ではね、出雲の殿様と戦いがありましたと書いてあります。殿様、じゃあちょんまげしてたのかな。いや違ってね、殿様って言っててね、この長い髪を横で束ねる水らっていう髪の形で書いてあるよ。じゃあ殿様っていうよりずっと前の人なんだ。そういうことだと思うよ。でまた東に移り、島々、それから陸地、ここもまあ2つにちょっと分かれてね、戦っているようです。熊野っていうところ、今ではね、熊野筆って言ってお化粧に使う筆で有名なとこだよ。ここで戦いが行われたんじゃないかなって、まあ、この後お話をします。そして熊野からずっと奥の方、ここでも戦いがありました。これがさっき出てきた小さい児童の道、なんて読むんだったか覚えてる？どう？ごめん、覚えてない。そうだよ、1回2回聞いただけじゃね、覚えないよこれ。七って言うんですね。ちょっと言いづらいね、七なのか七なのか。それがね、後でもね、いろんなところでね、七って読むとこと七って読むとこがいろいろ出てくるんだけど、それはまたずっと後のお話です。さあ七の戦い、どんなことになってるんだろうね。もちろんね、文書で書かれたもの、
もう残ってないんだね。何度も火事があって焼けちゃってなくなってる。だけど神社の様子やそれからずっと伝わってる祭り、この中にね垣間見ることができるんだ。なるほど。じゃあそれを少しずつ調べながらなんとか本当のことにたどり着こうとするんだね。その通りです。文書は何も残っていません。まあせいぜい江戸時代ぐらいの記録はあります。だからお祭りは江戸時代からですって言ってる人たちがいるけど、そんなもんじゃないと私は思いますよ。まず先ほどの早谷神社からお話しします。早谷神社の入り口の門、神門といいますが、ここにこういうしめ縄が取り付けられています。なんか大きいしめ縄だね。神門といいます。神社の門、そこにあるこのしめ縄、これ出雲の形式なんですね。房がちょっと出てるでしょ。なんか前も見たよこれ。出雲ってこれなんだ。出雲の人にしめ縄を書いてもらうとみんなこの房を書くんだね。こういったように作られてます。やっぱりこれ厳重なものでおいそれと変えるもんじゃないんだよね。ずっと伝わってます。そしてこれ、この輪を右に左に右に、あるいはそれ左右左ってね3回回ることになって、そうするとね悪いものが体から抜けていく厄除けみたいなことなんだ。いいねこういうのね。ただお参りだけじゃなくてこうやっていろいろ体を動かしてやるっていうのなかなか面白いかな。だいたいこれは6月の終わりぐらいに作られて、お参りする人はここを巡って悪いことが起きませんようにってお祈りするんだ。で、これを血の輪くぐりと言います。厄除けです。スサノオノミコトが悪いことが起きませんようにと言って、この蘇民将来という人に授けたっていうところから話が伝わっています。で、今でもいろんな場所でねこの血のあくぐりって見ることができます。僕は初めて見ました。こんな輪っかを作るんだね。それでねいろんなやり方があって、出雲大社なんかではこういう血の輪は作らないみたいね。別のやり方があります。また紹介することがあるかもしれません。さて問題なのは向こう側にぶら下がっているしめ縄、よく見てごらん。神門のしめ縄とは違うね。なんかぶら下がってるね。ちょっと大きくしてみますね。はい、これです。あ、てるてる坊主だ。そう、てるてる坊主なんです。これが奥の方の神様が宿っている建物につけてあります。これが神殿のしめ縄です。天つかみである筑紫の形式なんです。つまり玄関には出雲の形式、奥の方には
祝詞の形式、つまりどういうことかというと、この地の出雲の人たち、出雲の勢力、勢力って分かったかな？うん、この間聞いたから分かってる。出雲の人たち、その勢力をやっつけて、筑紫の勢力がここを抑えましたっていうことなんだよね。だけど出雲の人たちのことも考えて、玄関先には出雲のしめ縄を飾ります。奥の方の神様のいる神殿には筑紫の形式のしめ縄を飾ります。そういうふうにしなさい。やっつけられたから言うこと聞くしかないね。てるてる坊主を吊るしてあります。今でも天気が良くなるようにてるてる坊主を作ってぶら下げたりするけど、これはもともとはこのてるてる坊主、アマテル、アマテラス大御神のシンボルなんだよね。これ知らずに天気になあれって言ってるけど、まあそう言いながら神様を敬ってるっていうことになっていくわけだね。アマテル、てるてる坊主作ったことみんなあるんじゃないかな、そう思います。これが玄関と奥の方にある、その意味が何を表しているか、つまり筑紫がここを占領して住んでた人々にまあ考えてあげて、玄関には出雲のしめ縄を飾りましたということなんですね。で、作る人たちも別々みたいです。ちょうど正月前にね、作るところにばったり会いまして、てるてる坊主作ってる人たちに、神門のところの出雲のも作るんですかって聞いたら、いやあれ別な人たち作るからいいですよって、ちゃんと分けられてるんだね。これから先もの話でもこれ出てくるから覚えといてね。うん、分かった。さあ話を進めます。さっき出雲の神様と戦いました。天神花の戦い、さあどういうところかっていうと、今言った早谷神社出てきたね。これが熊野というところ、筑紫勢力赤で書きました。それから出雲の勢力は白で書きました。それから海の方では、そのちょうど島の間、ここをめぐって戦いが起きます。最初から説明すると、早谷神社の人たち、ここを征服した人たちが海を渡って熊野の人たち、ここに熊野というから出雲なんですね、その人たちをやっつけようとやってきました。それに対抗して出雲の人たちも負けないように戦いを挑みます。こっちもちょうどここが天神花っていうところがあるんだけど、そこでの戦い、この後お話しますが、どういう戦いになっていくのか、ちょうどねこの突き出したここ、船はこっちを通ったりこっちを通ったりするわけです。ここで戦いが
行われた。でもどんな戦いかわからないのよね。だからちょっと想像してみると、まあ、ここでの戦い考えてみると、船同士で戦った、海の上だね。それから先に筑紫の人たちがここに守ってて、出雲の人たちがここに上陸して戦ったのか、あるいは出雲の人たちが守っていたところに筑紫の人たちが船で乗りつけて戦ったのか、どれなのかは分かりません。でもここの戦いで筑紫の人たちがここの海やこの島々を占領したと考えられます。なるほど、そういうことなんだ。でもどれかわからないね。うん、わからないけど、そういった戦い、ちょうどここ天神花っていう場所、いいとこだもんね。船もつけられるし、風や嵐も避けられるね。さあ、天神花の戦い、もうちょっと詳しくお話しします。天神花、ここですね。今ここに防波堤が作ってあるから、港に入ると波を避けられるっていうことなんだと思いますよ。実際の天神花の写真です。向こうに見えるのが天神花です。ここのところになりますね。さあ、どんな戦いがあったのか、はっきりとしたことは分かりません。でもここで戦いがあったっていうことは、この島の資料館などにその話が残っています。出雲の殿様と戦ったって言いながら、古い時代の髪の結い方をしている絵が描いてあります。さあ、天神花の戦い、今度はその先の島のお話をします。広いこの海の島々のお話です。今お話した天神花ってここなんですね。ですから、ここからこう通ったり、この島の間を通って行ったりする、あるいはこっちのね、今はこっちの方が多いみたいですね。でもここはね、すごく波が速いので注意が必要なようです。今丸が落ちてきました。ここが天神花です。天神花の戦い、花っていうのはもう顔の中でもこう突き出してるよね。だからそういうふうに呼ばれてるわけです。それからいろんなところにやってきたんじゃないか、筑紫がやってきたんじゃないかっていう、そういうことが考えられる地名や話が残っています。出雲対筑紫の決戦、それに勝って筑紫はこの辺りの海を支配するようになったんだと思います。それからね、秋津の風早、ここ
ここに箱崎神社というのがあります。もう地元の人たちもね、どういうことで来たのか、この神社がここに祀られたのか、もうわからないそうです。でも福岡県博多にあります、まあ今福岡市になっているのかな、箱崎宮から東に進んでここにやってきたんじゃないかと思われます。そうなんだ。ちゃんとその跡が残ってるんだね。箱崎はこれから先も出てきます。ここには大三島、大山積神社があります。非常に大きなお社です。小さな旅でも見ていただいてますので、またよかったらご覧ください。そしてこれも東に進んで、今の静岡県伊豆の国の一宮、三嶋大社っていうところに進んでいったんじゃないかと思われます。それからここには博多島という島があります。博多の塩で有名かな。ここにはね、大正宮ってあるんですね。大正がここに来たんじゃないかと思われます。博多の大正、それから因島の亀甲山八幡神社、ここにもね、箱崎狼が上陸した、箱崎浜っていう地名が今も残っています。だけどね、箱崎狼は祀られてなくて、今はアマテラス狼に名前が変わっています。さあ東にどんどん進んでいく、筑紫東へ、その通りの進み方になっています。見ていただいてありがとうございます。今回もやっと、途中いろいろちょっとね、不手際もありましたけれど、なんとか皆さんにお伝えすることができました。ありがとうございました。さて次回は筑紫東へ、今度は5になります。岡山県吉備の統一と、筑紫はそれを助けたんですね。だけどただで助けるほど甘くはない、なんか企みがあったと考えます。企み、なんか良くないこと考えたのかな。まあそれは次回のお楽しみです。お楽しみに、またぜひご覧ください。本日はありがとうございました。